アマン・ミカエル・アンドムは、エチオピアの軍人、政治家。エチオピア帝国崩壊後最初の国家元首であった。陸軍のクーデターにより、皇帝ハイレ・セラシエ一世が退位した1974年9月12日から、同年11月23日に暗殺されるまで、権力を掌握していた。公的な肩書きは、臨時軍事行政評議会議長である。 同評議会はしばしばデルグと通称されたまたデルグではハイレセラシエ一世の退位後皇太子やスファゴス戦を国家元首たる時代皇帝に指名していたもののこれは名目的なものに過ぎなかったエリトリア浜戦のザゼガで生まれたエリトリア人だった第三師団長としてのアマンアンドム将軍は 東部国境にて幾度となくソマリア軍の侵攻を撃退していたことから砂漠の獅子の異名で知られた。しかし1964年には独断でソマリアへの侵攻を行ったため皇帝の直令により解任された。以後はエチオピア議会にて政治活動に参加する。1974年2月から3月にかけて彼は 軍事政権の商工団と接触を持っていたとされ、7月には参謀長に就任する。その後、軍事政権が皇帝を宮殿から排除して、第四師団本部に遊兵し、アマンは事実上の大統領職である議長に就任した。また、臨時軍事行政評議会のある名称も、この時期に定められた。デルグの指導者、左から免議筒入れマリアム、 アマン・アンドム・アトナ・フア・ベーテ。アマンの就任初日について、デビッド・オッタウェイは、著者の中で次のように記している。将軍は諸問題に関する認識について、自らとデルグ主要幹部との間に、溝があることに気づいた。その一つは、彼が、軍事指揮官たる、議長なのか、単なる、スポークスマンなのかということである。ザ・ジェネラル・ファウンド・ヒムセルフ・フアット・オッツ・ウィズ。 A majority of the dark, S members over most major issues, including whether he was chairman of the ruling, military body or simply its spokesman. デビット・オッタウェイ、アマンは3つの主要な問題について、デルグ主要幹部と対立した。1つ目の問題は、デルグの規模に関するもので、アマンは当時のデルグが被害しすぎていると考えており、規模の縮小を求めていた。 二つ目の問題は、エリトリア解放戦線の扱いについてで、三つ目の問題は、デルグ当局によって拘束されていた、旧貴族や全政権の関係者らの処遇についてで、あった。アマンが二名の元首相を含む、旧貴族及びその親類などの処刑を拒否したことにより、デルグ使用官ブラとの関係は悪化していった。 アマンがエリトリア人であったこともデルグ主要幹部との対立の一因であった。彼自身はエルフとの平和的交渉に基づく解決を望んでいたがデルグ主要幹部の多くは軍事力を投入し断固として粉砕するべきと考えていた。アマンは二度にわたりエリトリアへの個人的な訪問を行っており、この折に帝政の崩壊が古い観光の破壊であり、国家統一と進歩及び エリトリアの平和と繁栄のために政府は尽力し、また軍がエリトリア人に対して行った犯罪に関する調査及び処罰を行う旨を宣言した。この頃にはすでにデルグ内部で反主流派の粛清の準備が進んでいた。当局により反主流派の存在が疑われていた部隊はケブラザバグナ空軍陸軍工兵隊であり、 特に陸軍工兵隊が警戒されていた。10月7日には、デルグの部隊が工兵隊の駐屯地を襲撃して5人を殺害、さらに複数人を負傷させ、残ったものを軟禁状態に置いた。バールザウデは次のように記している。こうして、この革命が無欠に終わるなどという幻想は、運算無償したのである。ウィズザット、ザ h リュージョン u t i ザレボリューションウッドリメインブラッドレス。 ワズエクスプローデット、バールザウで、これを受けてアマンはデルグの外に支援を求めた。当時、彼はデルグ以外の陸軍や国民の間で非常に人気があった。11月15日にはデルグよりではなかったすべての軍部隊に対してメッセージを送っている。17日、デルグの総会議の中で副議長。 面技術ハイレマリアムは5000人規模のエリトリア派兵と6人の旧政府公館の処刑を提案したが、アマンはこれを拒否し、さらに公職すべてを退く旨を宣言した。その後、密かに第三師団の将兵を含む支持者らと連絡を取り合いつつ自宅に転居した。しかしメンギスツはアマンと支持者らの連絡を傍受していた。アマンは彼の逮捕に向かった。 デルグ側部隊との戦闘で死亡した。戦死したのか、それとも自決したのかは明らかになっていない。同日夜、デルグ当局は処刑を予定していた政治犯らをメネリク刑務所から赤木中央刑務所まで護送した後、同刑務所内で全員を処刑した。バールザウでは、アマンは有能であったものの、デルグの政権運営にとって不都合な存在になっていたのだと結論付けている。 ありがとうございます。